今朝、神戸市西区の公園で高齢の男性が上半身から血を流して死亡しているのが見つかりました。警察が事件と自殺の両面で調べています。今日午前7時20分ごろ、神戸市西区の公園で通行人の男性から、男性が出血して仰向けに倒れていると警察に通報がありました。消防隊員が駆けつけたところ、男性が公園の記念碑のそばで上半身から血を流して倒れていて、その場で死亡が確認されました。男性の体には外傷があり、近くには刃物のようなものが落ちていました。警察によりますと、男性は70歳代くらいで、ジャンパーに長ズボンを履いていて、110番通報した通行人は、昨日の午後3時に公園を散歩した時には、男性は倒れていなかったと話しているということです。警察は男性の身元の確認を急ぐとともに、事件と自殺の両面で調べています。